エボ2はチェコのコンソーシアムであるアライアンス TW が展開する路面電車車両。車内全体の床上高さが低い超低床電車である。複数の企業によって構成されるチェコのコンソーシアムであるアライアンス TW が展開する変運転台式の2車体連接車がエボ2である。車内全体の床上高さを最大500 m、mm、m に抑え。 高低差を緩やかな傾斜でつなぐことで車内の段差をなくしているほか、各地の路面電車に残存する旧型電車と比較して騒音が抑制されている。アライアンス TW はエボニーの世界的な展開を目標としており、標準機に加えてロシア連邦等の路面電車で用いられる 1524mm の機関にも対応可能な設計となっている。 また、車体を増結した、エボ3、エボ4もラインナップに加えている。各編成の主要所言は、以下の通り。試作者は、チェコのリベレツで、路面電車を運営する、リベレツやブロネツなどに、総公共交通会社へ向けて2012年に、製造され、同年9月25日から、営業運転を開始した。 2021年の時点で、同市電向け車両の増備は行われていないものの、2010年代後半以降チェコの各都市へ向けて多数の量産車の製造が実施され、旧型電車の置き換えに用いられている。2021年時点で運用につく、もしくは運用につく予定の車両は以下の通り、ありがとうございます。